アーロン・ロングはアメリカ合衆国出身の同国代表サッカー選手。ニューヨークレッドブルズ所属。ポジションは DF。2014年の MLS スーパードラフトで2巡目にポートランドティンバーズの指名を受けた。直後、US セルプロのサクラメントリパブリック FC にレンタル移籍。2014年3月29日の LA ギャラクシー2戦でプロデビューを果たした。 2014年7月2日、ポートランドティンバーズを退団。2014年夏にシアトルサウンダーズ FC に加入した。しかしトップチームでの出番花なく、2015年シーズンは US セルのセカンドチームに席を移した。2015年7月12日のアリゾナユナイテッド SC 戦でプロ初ゴールを決めた。2016年シーズン前、 ニューヨークレッドブルズのトライアイルに参加した。2016年3月10日、レッドブルズのセカンドチームと契約を結んだ。2018年9月2日に代表初招集。ペルー代表戦でアメリカ合衆国代表デビューを果たした。ニューヨークレッドブルズ2ニューヨークレッドブルズ。ありがとうございます。